天使が倒れている。悪魔の気配だ。ベテルの差し向けた援軍かよ。残念じゃが、少しばかり遅かったの。少年、油断するな。恐ろしい力を感じさせる相手だ。この地に集いし天使たちは死んだ。何時もすぐにその後を追わせてやろうぞ。今この時に訪れた己が不幸を呪うがよい。わらわはジョーカー、参るぞ。
今々しい天使どもかと思えば見慣れぬ相手のようだが、ヤクモ。我が名はヤクモ将兵、全ての悪魔を狩る者だ。小僧、この開口を喜ぶがよい。楽にあの世へ行かせてやろう。わらわの頼みじゃ、ヤクモよ。少し待たぬか。また気まぐれか。わらわを相手に臆せぬ戦いぶり、見事であったからの。運が悪いな、小僧。次は楽に死ねぬぞ。ひとまず戦いは避けられたわね。でも油断はしない方がいい。わらわは天地の狭間に暮らす人類を生みし、女神ジョカであるぞよ。隣にいるのはヤクモ。わらわの半身ともいえる存在じゃ。知れたこと。ベテルは我らの敵じゃからの。太古より法の神とそれ以外の神々は争い合っておった。じゃが法の神によって多くの神々は知恵を奪われ貶められたのじゃ。それが悪魔と呼ばれる存在の正体。そう、今やその名が示す通りの知れ者と化したものばかりじゃ。一方、法の神の支配を守ろうとあがくベテルもまた無法を押し付けているに過ぎん。故に私は天使と名乗るベテルの徒と悪魔と貶められた古き神々を切らねばならぬ。随分と自分の正義に自信があるようね。理解しろとは言わん。だが俺たちの邪魔はするな。先に襲いかかってきたのはあなたたちでしょう。大それた理想を掲げる前に自分の半身をよく見張っておくことね。見えすぎた挑発だな。だが面と向かって俺に盾つくか。貴様らの顔覚えたぞ。おやおや、ヤクモはお主らが気に入ったそうじゃ。この奥に転移装置がある。ベテルが研究しているものと同型だ。それを用いて自らの知る東京へ帰り、その目で確かめるといい。神と悪魔が人に東京に何をもたらすのか。また会おうぞ。